さばさ乾いてく心人のせいにはするな自ら水やりを怠っておいて人のせいにはするな、はい皆さんこんばんは、四ツ谷怪談でございます。お久しぶりでございます。本日はですね夏休み特別企画、丹沢の合宿編ということで、始めたいと思います。今日は、初めての方も含めて 1,2,3,4,5,6,7 名でお送りいたします。ですよね、8名いたりしませんね。大丈夫ですね。はい、それではよろしくお願いいたします。さあ、それではですねまあ夜もまあ更けているのでですね、まあ、8月の今終わりの方です。川の音も少しマイクが拾っているかもしれませんけれども、まあ、まずは簡単な、自己紹介というですね、まあそこにいる人は誰なのかっていうのことを紹介していきましょう。まずは、司会の山本洋平です。アメリカ文学のを専門にしています。アメリカ環境文学を中心に、まあ、論文などを書いています。それではじゃあお隣お願いします。お久しぶりです。弁政出版の堀です。まあ、毎度参加させてもらってますけれども、個人的に環境と純文学の関係みたいなものに興味を持って、いくつか本を手掛けていますし、これからもいろいろ出していく予定です。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。山本君の時には拍手がなかったけどお願いします。はい、初めて参加します。猪俣常盤と言います。日本の古代文学を専攻していまして、最近去年衣類になるという本を書きました。古事記を中心に古代の神話や歌を研究しています。よろしくお願いします。はい、北条です。衣類になるという本の書評を頼まれていますが未だに書けておりません申し訳ありません。自然環境と人間との関係の歴史をやっておりますが、この間学会で初めて少数民族文書研究という分野をやっておりますので勝手に作って自己紹介しました。よろしくお願いいたします。お久しぶりです。東北大学に移りましたこれさわさくら子です。仙台で毎日飲み歩きながら日本とロシアの先住民団体の研究をしています。よろしくお願いします。はい、工藤です。まあ私はまあいつも大体いますんで、はい、一応日本の歴史学というものをやっております。じゃあ始めましょうか。はい、工藤さんでした。はい、はい、はい、というわけで、やっていきたいと思うんですけれども、今日のですねトピックは、弁政出版から2017年4月に、いよいよじゃないですね、ついに、いよいよ刊行されました、環境人文学1、文化の中の自然と環境人文学2他者としての自然という、2巻本がですね、出版されて、4ヶ月ということですね。皆さんそろそろ お手元に届いてですね読んでいただいた頃かと思います。というのはちょっと嘘でして、ぜひ、これからもですね手に取ってこう読んでいただいて、コメントやですねご批判をいただきたいということでですねまずは、四ツ谷怪談のメンバーで、読み込んできましたので、それについていろいろコメントをしていきたいと思います。で今回はですね打ち合わせ全くなしということで、完全にこうフリーということで話してみたいと嘘です。ちょっと打ち合わせしましたちょっと打ち合わせしましたが、まあ特に台本なしということで、そうです、台本はありませんので、話していきたいと思います。そもそもがひ弱な志に過ぎなかった。
ダメなことの一切を時代のせいにはするな。まあ、4ヶ月経った今どんな感触かっていうのを、まあ、担当編集者編集になっていただいたあの堀さんから少しちょっとご報告いただきたいんですけども、 どんな感じですか。はい、まあ、この四谷怪談でも結構前々からあのこういうのを企画してます、出しますっていう発言はあのしてましたけれども、やっとあの四角に出すことができました。お待たせした皆様がいらっしゃいましたら申し訳ございません。で、実際発売されてみて、そうですね、実際読んだ方なり、もしくはあの学会にあの書籍を持って行って見ていただいたりとかする機会が、5月、6月と特に多かったんですけれども、さまざまな分野であの興味を持ってもらえているっていうのは実感としてあります。あのついこの間の話ですけれども、あの文学環境学会というところでもあのこの本を展示してあの販売してきたんですけれども、そこでもあの、まあ、思ったよりも手に取っていただき、またご購入いただけたので、まあ、このまま順調に売り伸ばしていきたいなっていう思いはあります。で、あと、まあ、作っている時から感じてはいましたけれども、とにかくいろんな方々に関わっていただいて作った本だったので、その買ってくださる方や興味を持ってくださる方がその興味を持つ論文だったり場所がいろいろで、それがすごく面白いなというふうには感じてます。でも本当に分かりやすく梨木さんのインタビューがあるから書いたいですっていう方もいらっしゃれば、もう少し先ほどの文学環境学会のようにもうピンポイントで研究する上でこれは必要なので買いますっていうような方もいらっしゃれば、もしくは例えば文化人類学の学会なんかではハイザ先生の論文っていうのが日本語訳されたものはあまりないっていうので、そういう観点で買っていただいている方もいらっしゃいます。まあ、あとはまあ、これも文化人類学の方ですけれども、北条先生の小説を読んで感化されて自分も小説書き始めた研究者もいらっしゃいますので、なんかいろんな意味でいろんな影響を与えていってるのかなっていうふうには感じています。で、あとは今年、来年ですねの1月には立教大学で少し大掛かりなこの本をテーマにしたシンポジウムも今企画が進んでいるようなので、そのあたりもまた具体的になったらご案内させていただければとは思っています。はい、いくつか書評が出てましたね。奥野先生と野田先生の、はい、筆頭編者の野田健一先生と、執筆者の一人である、奥野先生による対談、あれは週刊読書人にも大きな特集を組んでいただいていますので、それで、目にした方もいらっしゃるかもしれません。それでですね、まあ皆さんいろいろコメント言いたくてしょうがないような顔を皆さんしてますけれども、もう少しちょっと私の方から補足しますと、私の方からですね、何冊か読んでいただきたい先生に本を送らせていただいた反応としては、英文学者の中でもやっぱり文化人類学デスコラとかですよね、今回のエドワールド・コーンの森は考えるっていうのは少しちょっと先駆的すぎて、デスコラとあともう一人誰でしたっけ、カストロ、そうですね、カストロ、この辺りが英文学研究にも、まあ、特に英文学はポストコロニアリズムみたいなものっていうのはすごくもともと盛んなので、そういったことで、英文学会でのシンポジウムとかもあったりして、文化人類学を理論に取り込んでいきたいと考えていたので、ありがたかったですというコメントや、まあ、他方ですね、立教関係の先生、音楽研究にも詳しい先生にお送りしましたところ、まあ、非常にこう宝箱のような本だというお褒めの言葉、まあ、これは出版社さんに対するお褒めの言葉だと思うんですけども、それに加えてですね、細野晴臣、立教関係者の細野晴臣のものを興味深く読んでいただいた、まあ、ただそれがこう帯なんかには出てるけれども、それがこう埋もれてしまうんじゃないかと、雑多すぎて埋もれてしまうのが少し残念だなみたいな、いい意味での残念だなみたいなコメントもいただいたので、この辺はどん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 こう、
読んでいただきたい層っていうのもいっぱいあるのかなっていうような印象を、そういうコメントから感じているところです。で、まあ、大雑把に言えばですね、1の方、環境人文学1の方は、日本文化とか日本文学の人を、まあ、まとめたつもりなんですけども、必ずしもそういう綺麗に分かれているわけではなくて、環境人文学2の方に、今日のメンバーである北条さん の作品が入っていたりするんですけど、まあ、環境人文学2の方は、アメリカ文学者が、まあ、多いかなっていう印象はありますね。はい、まあ、ただまあいろいろこう、まあ、2冊手に取っていただくのがいいんですけども、興味のあるものが含まれるものをまず手に取っていただいてもいいのかなっていうふうにも思っております。さあ、どんな角度からでもいいんですけれども、どんな印象ですか？なんか是澤さんかなり読み込んできてくださっているような感じなんですけど、大学院生の立場からなんかこうどんな印象ですか？印象でしたか？まずは、ね、前振りそこまでなくいきなり来ましたね。びっくりしちゃった。第一印象としては、私環境人文学っていうのがこの本で結構初めてぐらいに聞いたんですけど、初めの那須木佳子さんと加藤由紀子さんの対談が、そうですね、ざっくり言っちゃうといい意味悪い意味含めて、何でしょう、書いてる人の率直な意見が材料として提示してくれたのが嬉しかったっていうのがあって、作品を読むとその作品をどう理解するか解釈するかっていう感じになってしまうので、その作者の人が実際ある種の自然っていうものだったりとか動物っていうものをどう考えてるのかをそのまま言葉インタビューとして出してくれて、でそれをちゃんとまた考える材料として受け止めることができるっていうのが一つ面白かったところです。はい、はい、ありがとうございます。他にもいろいろあると思うんですが、まずは出してくれたのがですね、2の方の第2巻の方の冒頭を飾っている、鳥の影という提談ですね、野田健一先生が聞き手となって、作家のですね、芥川賞作家の加藤由紀子さんと、まあ、ネイチャーライターとしても自他ともに認めるネイチャーライターである、那須木佳穂さん、の3名の対談についてです。で、加藤由紀子さんについてはですね、我々犬をめぐって、あれは13匹の犬という新潮社から出ていた小説をめぐって激論を買ったした回もあったわけですし、実はそれを加藤由紀子さんご本人が聞いてくださったというようなことも耳にしているところなんですけれども、まずこの辺りから始めたいと思います。いかがでしょうか？なんか皆さん考えていそうなので少し補足しますと、まあ、この本はですね、作家さんとか詩人の人の、まあ、インタビューであるとか提談っていうのが、3部構成のうちの頭を飾っているって、まあ、そういうような構成になっていて、創作自然描写をする際のなんかこうアイデアとか心構えみたいなものが少しこう分かるような、そういう工夫がなされているんですけれども、いかがでしょうか？この定談ですね、第2巻の定談を皮切りに行きたいんですけれども、北条さんいかがでしょうか？いや、那須木佳穂さんの、動物文学の描き方っていうものを、どういうふうに捉えるかっていうことについては、まあ、13匹の犬の時にもね言及したので、また会えてということはないのですけれども、やっぱり改めて那須木佳穂さんの動物文学っていうのはやっぱり人間のものの見方をその投影した動物文学であるっていうことですよね。で、そうじゃないっていうことをいろんな人が、あ、ごめんなさい、ごめんなさい、加藤由紀子さんですね、いうふうに言っていて、で、まあ、エコクリティシズムの、まあ、いろんな方々がそうじゃないって、まあ、人と共にをはじめとして、まあ、
人間の視点からではない動物のあり方、新しい動物文学のあり方っていうことを非常に評価されているわけですけれども、やっぱり僕はやっぱそうとは捉えられないっていう部分が非常に大きいですよね。で、まあ、これは前にも言ったこととちょっと関連してしまうんですけれども、例えばあのユクスキューとか、まあ、クリス・アートが作っていった、まあ、生物のですね認識世界の問題で、まあ、環世界ウンベルドっていうものがねありますけれども、まあ、それはあの人間の感覚、動物の感覚、いうものによって構成されているさまざまな世界の、まあ、種としての独自性とか、あるいは個体としての独自性とか、まあ、そういうものを扱っていると思うんですが、例えば犬と人間とのその感覚によって成り立っていく認識世界っていうものを比較した場合に、まあ、確かに近いっていうふうには言えるんですけれども、まあ、必ずしも犬の例えば視覚世界というのは、まあ、人間の視覚というものと比較して、全感覚の中で支配的な位置を占めているわけではなくって、まあ、人間と比較した場合にやっぱり嗅覚とか聴覚とかっていうものの占める位置が大きいわけですよね。そうすると認識世界自体も人間のものとは全く違うものになってしまって、いわゆる脳に再構成されている見えている世界っていうのが人間が見えている世界とは全く違う可能性があるわけですよね。それを前提にして考えると、やっぱり人間が考えているようなあの考え方とか感じ方とか、あるいは物語の展開みたいなものは犬には適用されないんじゃないかっていう気がするわけです。でさらに時間っていうものの違いもありますよね。あの人間と他の動物との間にはやっぱり流れている時間が違うので、そうするといわゆる空間だけじゃなくてそれに時間を加味した時空っていうことを考えていくと、やっぱり生き方のあり方自体が全く違うものになっちゃうと思うわけですね。で、鳥なんかっていうことを考えていくと犬以上に人間との差異って非常に大きいはず でそれがやっぱり加藤さんの文学から感じられないので、そのことを前提にしてやっぱり国立新聞なんかはちょっと今ごめんなさい口が回らないんですけど、あの加藤さんのね文学のあり方っていうものをやっぱり評価すべきじゃないかなと思うんですね。だから加藤さんの文学の素晴らしいところは素晴らしいところとして評価し、また環境を取り入れた新しい文学のあり方っていうのを模索していく上で、加藤さんの文学には一体どういう課題があるのかとか、あるいはどういう問題があるのかとか、そういうものを言及していかなければいけないと思うんですけれども、やっぱりちょっとこの対談では褒めすぎじゃないかっていう端的に言って、まあ問題はどちらかというと、批評する側が加藤さんの文学がうんうんということではなくって、英国イディシズムのあり方としてやや問題があるんじゃないかということですね。だからまあ、私は加藤由紀子さんの 理解者という形で自負しているわけなんですが、それについて今の北条さん その今の指摘についてはその通りだと思います。加藤由紀子さん の小説のいいところってたくさんある中で、自然描写のこういったところはどうなんだろうかっていうふうに、疑問符を、つけていって、まあ、自らその批評的に展開するっていうことがないと、日本のエコクリスム研究は、まあ、将来がないかなっていうのは私もそれはそう思って、まあ、それはこう自分に聞かせているところですし、まあ、本当に13匹の犬論についてはまた書かなきゃいけないなとは思ってはいるんですけど、工藤さん何か、まあ、今ほとんど話されてしまった感はあるんですけど、まあ、山本さんもまたそれを改めてまとめておっしゃられたけども、例えばここでは加藤由紀子さんと梨木さんは実際、野田先生も含めて提談してるわけですよね。でその中でさっき是澤さん言ったように、ご本人が自分が小説を書くときにこういったことを、まあ、考えたり感じたりして書いたっていう材料まで提示してるってものは見れるってのはすごくやっぱ面白いなと思ったんですけど、まあ、今言ったように問題は例えば加藤さんなり梨木さんなり、あるいはここで対談というか石牟礼さんも出てきますよね。でそういった方々が自分の文学をどう紡ぐのかという問題と、問題はその紡がれたものに対して受け取る側、特に研究者というか研究者を特権化するつもりはないんですけれども、それをクリティカルに受け取るっていうことがもう少し自覚化されないと、
学としてというかそもそもクリティックっていうものは成り立たないんだろうなっていうことはやっぱり感じるんですよ。あの他の対談でも実はそういったものをちょっと感じる部分もあって、例えば伊藤博美さんの部分でも僕はかなり違和を感じている部分もあって、まあ、それはでもご本人がどういうふうに受け止めてるかっていうことをあの出してくれてるから面白くはあったんだけど、問題はそういったものを、環境人文学という学問としてどういうふうにあの、まあ、評価するっていうと偉そうですけど、やっぱり批評するなりっていうことが問題だと思うんだけど、あんまりその批判的な視点っていうものが強くどれについても出てきてないなという感じは持ちますよね。ざっとまだそんなにきちんと読み込んでないので、あの今のところの印象として。そうですね、まあ、うん、今ちょっと思ったんですけど、あの、まあ、私の不勉強もあるんですが、まあ、加藤さん、梨木さんを含めですね、あの女性の、うん、作家、小池雅代さんもそうですし、うん、まあ、詩人という枠で、うん、あとは伊藤博美さんですね。そうですね、なんかこう男性がちょっと少ないかもしれないですね。まあ中村さんもいますけどね。中村さん作家、まあ、まあ、ただまあネイチャーライターっていう感じでもないので、まあ、ネイチャーライターとして名前が挙がっているのはなんか、うん、女性がやっぱり圧倒的に多い、そうですね、言われてみればそうです、ね、ということは、うん、まあ、ちょっとどう考えたらいいかなというふうにも思ってますけど、うん、まあいるんですかね、この今名前を挙げた世代ぐらいで、つまり同時代作家ということで男性って名前上がりますか。この間の文学環境学会でも、田口ランディさんが来ていて女性作家ですよね、うん、現役の作家で男性でよく批評される人っていますかね、まあ、環境系のっていう、まあ、河野さんがもう亡くなった日の形相について、うん、日の、うん、あの論じていますけど、うん、要するに現代作家でっていうことですね、そうですね、あの、まあ、近代文学であれば、まあ、近代文学から現代文学へっていうことであれば、あの野田さんが最近注目されているのは大川翔平だけね、元谷なんかを扱ってますけども、はい、まあ、加藤さんとの対談でもあのノビの話もね出てきますよね。あとその本人がどこまで自覚してるかはともかく読者として近いものを感じるのは池澤夏樹さんですかね、今の作家だと。まああとはあの亡くなったけど、そういう意味ではまああまりにもベタですが、開口健とかね、たけしとかね、そういう人があのやっぱりいわゆるエッセイとか紀行文的なものでまさに釣りとかそういったものを主題に書いてるけど、あれはそれだけではなくて本人 の, あのいわゆる闇三部作とかそういったものも、まあ、そういった視点から読み解けるというか批評しうるものであろうなと僕は思いますけど、ただそれはさっき言ったように環境人文学っていう学が、僕はあのこれは山本さんに聞きたいですけれども、まあ、やっぱりこういった形でその2冊の本が出るっていうことも、まあ、ある意味異常に画期的なことであって、まあ、これは用意しておきますけどねでそういう意味ではやっぱり日本においてまだあんまりね認知されていない部分もあるんだろうなと、その環境人文学という枠組み自体がとなると、やっぱりそれはこれからどういう作家が対象として取り上げられるべきかということは今後の問題としてどんどん広がりうるだろうし、だからその今まで環境文学っていう言い方はしていて、そこに人っていうのが入ったわけですね、人文学で、その、まあ、あの北条さんはじめ歴史学の人や哲学の人で、そ環境文学から環境人文学になった時に環境文学のパースペクティブが全く変わらないんだとあれば、人文学ってある意味がないので、なんかこう、うん、ちょっと今まで環境文学として見てきた人とはまたちょっと違うような、うん、あとちょっとずれちゃうかもしれないけど、取り上げるべき作家っていうと個人名で SF 関係の人間っていうのは絶対必要だと思いますよ、はい、日本の SF を書いている作家っていうものも取り上げられるべきものだと思いますけど、確かにさっきの、加藤さんの話ともつながるんですけど、こう今のいわゆる純文学作家っていうものが、例えばこの環境人文学っていう本を2冊読み終えて、こういう方向の文学作品を読みたいって思った読者の欲求満たすものを書けるのかっていう思いがちょっと僕自身が生まれていて、やっぱり多分純文学ってある意味マナーがある世界なので、なんかもうそこの限界っていうのをちょっと
感じるところはあります、うん、むしろそれこそ SF 作家の方が、はい、そういうある種思考を固めた上でそれを元に作品作るっていうことをやる方が多いので、なんかそういう意味でも僕の中でこの本担当することで、あの純文学と、まあ、大衆文学というか純文学ではないものみたいな境界線が結構曖昧になっているところはすごくあります。まあ、ちなみに日本の SF ではないんですけど、あのアメリカの SF のバラードを扱った辰巳孝之先生の本文も、これは第2巻の方に収められています。なのでそれは当然日本の SF の作家についても論じられてしかるべきですよね。いやそれすごいいい指摘ですね。あのより哲学的といいますか、あの今もう大プッシュしてるのに何回でも名前挙げたいんですけど、上田さゆりさんっていう、もう本当に早川とかで SF 書いてる作家さんがいて、あの方、その方はあの本当に環境と人文学で、環境と文学っていうものをすごく自覚的に作品書いてる作家だなとは思ってるので、やはり女性なんですね。読んでいた。ああそうか、いや、まあ、そのもうジェンダー特にあれですけど、言われてる女性の方がっていう、ちょっとそう本質的主義的な指摘にはなっちゃうかもしれませんけど、でもやっぱりパッと思いつくのが女性が多いのは何か不思議な現象ではあるかなとは思います。はい、魚と人間の違いがね、なくなっちゃうんですよ。あ、その上田さゆりさん、未来においてですけど、作品名とか、シリーズですよね。上田さゆりさんの、人間が生き延びるために魚になる、魚と人間が双子として生まれてくるっていうふうに人間がある種改造されて、あのでもあれは元ネタが青の六号なわけでしょ、うん、青の六号っていうね、古典的なあの海洋漫画があって、それは温暖化が進んで地球の表面がほとんど海洋になっていった時に、海の勢力とそれから生き残った人間の勢力との戦いになっていくんだけど、その海の勢力を作ったのがあのポニョに出てくるようなね、そのマッドサイエンティストが遺伝子操作をして、あの魚類とその人間との融合体として作っていくんですよね。あのでもね、あのそのそもそもの在り方っていうのは、人間が本質なのかそっちの方が本質なのかって話に結局なっていく議論なので、それは男性が作った話なんだよね。あのそのあたり その種をめぐるあのハイブリッドの問題っていうのは、うん、SF ではね、ずっと取り上げられてきたテーマなんだけど、うん、まあ、それが現在 その環境問題っていうものが逼迫してきて、またさらに生命科学っていうものが進化してくることによって、種の概念が、まあ、どん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 曖昧になっていく中で、改めてそれをどういうふうに捉え直していくかっていうところで、新しい視点の、ね、作品がどんどん出てきているんだろうと思いますけどね。そういうのノンヒューマンっていうところまで話広げると AI 関係のはちょこちょこ出てきてる気がします。だからハーウィーやなんかの視点というものもそこに考えていかなければいけない問題だから、やっぱり女性的なものが入っているっていうことはね、確かになるでしょうけどね。まあ、今の話で、少し関わるものとしては、奥野さんとウルズラ・ハイザさんが指摘している、マルチスピーシーズというような概念ですね、まあ、あるいは、マテリアルフェミニズムから、あの森田啓太郎が、あの、超身体性トランスコーポリアリティですかね、ということで、伊藤博美の博美論を書いているということで、まあ、そのある種 その身体とか、まあ、一つの種っていうものを横断越境するような考え方、まあ、サイボーグ的なものも含めて、出てきているということですね。うん、まあ、あのこの人の名前を出すとまたかと僕は笑われるんですが、まあ、SF で僕は大好きな半村亮という人がいまして、来ましたね、はいはい、あの人のやっぱり一番の大長編って妖精伝ですけれど、あれって生命の過剰っていうのがテーマなんですよね。でもそれはあの地球がなぜそれだけ生命が応一する過剰な星になったのかっていうことがメインテーマなんだけど、実はあの作品ではきちんとそれについて答えきっていなくて、晩年近くあんまり多分マニアじゃないと知らないんですが、ガイア伝説っていう本を書いていて、それ人間と植物が実はクロスしていく話なんです、うん、あんまりの晩年近い話って。
ちょっと不徹底なところはあるんだけれども、あの植物と人とがまさにクロスして新たな種になっていくようなものが設定されてたりするが、実はそういう意味でも、まあ別に半村は出さなくてもいいんだけれど、日本名声作家で、まだ半村も死んじゃいましたけどね、実は論じるべき人はいるだろうし、論じるべきテーマって実はもう出てる部分は十分あり得るんだと思うんですよ。そういったものもやっぱりピックアップしうる可能性はあるんじゃないですかね。まあそれ言ったらね、もちろん日本に限らずアメリカやヨーロッパや他の地域の SF っていうものも、当然そういったものはもちろん非常に重要な課題ですから、うん、今のそのあたりの文学なり、あるいは哲学的な追求なり の最も抜き差しならない課題っていうのは、あのピュアリティの問題と、それからハイブリディティの問題っていうのを一体どういうふうに考えるのか。要するに人間という種である限りは、まあ、これを本質論的に言っていいかどうか分からないんだけれども、どうしてもやっぱりピュアリティに、あの引っ張られてしまうところがあるわけですよね。で一方であのハイブリッドの問題、ハイブリディの問題も考えていかなきゃいけないんだけれども、あのどこまでハイブリディを許すのかとか、どこまでピュアリティを許すのかとかって、そういう問題になっていかざるを得ないわけですよね。だから種の、 あの境界みたいなものを全て壊してしまうようなハイブリッドっていうものは可能なのか。でそういうことで言ったら、最終的にはこの地球全体が機械で覆われてしまってもいいんだって話になるわけですよね。その銀河鉄道のようにみたいな機械化惑星になってもいいんだ、それハイブリッドの結果だから、でそれこそが多様性の表れなんだっていう言い方も可能なわけですよね。でそれに対するアンチテーゼっていうものもあると思うんだけど、そのあたりの相克っていうものが結構やっぱり人間の認識とか思考とかをある意味で超越したような段階に入ってきているので、ものすごく難しい問題にはなっていると思います、ね、なんか現実問題としてこう他の人と交わるみたいなことって結構グロテスクというか、あの自分の境界が侵されそうになると基本的には恐怖であったり不快であったりするはずなんですけど、なんかこのコンセプトだけが少しちょっと、まあ、だからその相克っていう言葉使われましたけど、その相克をだから描く文学っていうんですかね、そこはちょっと見てみたいなっていう気はしますけどね。サイバーパンクみたいな問題は、まあ、例えばいわゆる障害を持って生まれた人とか、あるいは事故や何かで身体の一部を欠損した人の体をどういうふうに補うのかっていう問題でも進んでいるし、あのそれからさらに最近ではアメリカやなんかでその企業が社員をその管理するためにチップを手に埋め込んで、その手をかざすことによってあの出社の、ね、確認ができたり、あるいは社員のサービスやなんかをさまざまそれで受け入れられるっていうような状態にもなってきているわけですよね。昔あのやっぱりネオロマンサーとかで書かれたような SF 小説の世界っていうのはある意味で現実化していく、で現実化したことによってそれへのやっぱり抵抗みたいなものも生まれていっているので、単にやっぱり枠組みの議論で出てくるようなハイブリディの問題とピュアリティの問題と、今目の前にある問題として人間の、まあ、これ本質化しちゃいけないんだけど生理的感覚でそれがどこまで受け入れられるのかとか許せるのかっていう問題はやっぱり別の問題としてね、生々しい問題として出てきているような気がするんですよね。それやっぱり文学とか人文学でどういうふうに捉えていけるのか、あの未来をどういうふうにそれで見通していけるのかっていうのはやっぱり環境人文学のね重要な課題なんだろうと思います。確かにもうもはや SF ではなくなっているみたいなことが、ね、現実がすでにあると、まあ、AI とかの問題も、まあ、いろんな分野で盛んに行われていますし、だから、まあ、もしかしたらその環境人文学っていうこと自体の枠組みの、うん、その意義っていうのはもしかしたらなあのいい意味でなくなっていくっていうか、その環境環境で言う必要がない、もうすでにこのなんていうのかな、あの文明の中に入ってきているっていうような環境と 文明ですよね、その機械と身体ってことですけど、そこの区別っていうのがなあの曖昧化しているっていう話なので、その環境人文学っていう、ようなこと、つまり環境 SF っていうようなものが、そもそも普通のリアリズムになりつつあるっていうことですね。まあ、本当に東日本大震災以降の状況っていうことを考えたら、これは日本列島が持っている日本列島の歴史の中で構築されてきた文化っていうものとの関わりもあるけれども、あのさっきの問題として言ったら、
放射能汚染された地域はハイブリッドであるって言い方が可能なわけですよね、うんうん、でそれでもう OK ですっていう、はい、一つのあり方だから多様性ですっていう言い方が可能なわけで、それ例えば天台本学論的にも OK かって言えば OK になっちゃうようなね文化であって、うん、日本列島の歴史性の中で構築されてきた一つの文化、うん、それを肯定する方法がありますよっていう言い方もできるわけですよね。でそれがでも極めてポリティックに使われてしまっていることが引き起こしている問題っていうのも現実であるわけで、まあだからハイブリティとか多様性っていうものが危険である。だから実際には多様性と言いながらその多様な果実を手にできるものとできないものとか、さまざまな意味でポリティカルな部分とか経済的なものとかでまた新たなそのヒエラルキッシュなものって発生しているじゃないですか、すでに。だからそういった意味では日本列島ってそれに対して歯止めが効かない社会性を持っていることは確かなの でそれをハイブリディ OK っていうような議論だけで推し進めると非常に危険な状況になるっていうこともあるんですよね。で一方でその歯止めを効かせるっていうのも非常に政治的な問題なので、そのあたりに対して環境人文学がどう社会に何を提言していけるかっていうのはやっぱり課題なんですよ。なるほど、うん、だからまあ境界線を曖昧にするっていう議論はもう分かったので、そうそう、じゃあその程度の問題とか歯止めの基準の問題とか、それを誰がやるのかとか、そういう問題に展開していかなきゃいけないというような指摘ですね。非常に見えてきたような感じがします。さあ今の議論にも直接関わると思うんですが、まあ、文化人類学っていうのが結構やっぱり現代思想の中で存在感を出してきて、まあ本書の中では奥野先生がかなり、新しい、パースペクティブっていうのをいろんなところで、仕掛けているのですけれども、いかがでしょうか、この環境人文学における、まあ、文化人類学であったり、あるいは、まあ、歴史学の人がここには多いので、歴史学における文化人類学的ターンというんでしょうかね。それちょっと待って、そこに行く前に今 その例えば放射能ハイブリッドだってことに関して僕気になるところが一つあったんですよ。はい、どうぞ。それ1の方で伊藤博美さんと菅さんの対談なんですけれども、243ページなんですが、その冗談部分なんですけれども、まあ同じことが福島の原発の立ち入り禁止区域についても当てはまる。あの辺も人間が入らなくなったら完全に植物の世界に戻っていくと、それは善悪を超えて確実なことですと、僕はそれはそれでいいと思うんですと、むしろ元々の土地の姿は見えるようになっていくことに希望を見たい、変に手を加えず経過を注目するべき区画もあっていると。この発言ってやっぱりどう捉えるかってすごく慎重に捉えなきゃいけない部分もあると思うんですけれども、うん、ご本人が僕はどういう意図でっていうのはまだちゃんとここだけでは掴みきれないんだけれど、さっきのある意味天台本学論的に全肯定されてしまうっていうところの怖さにも、これはちょっとリンクするような部分を若干ね読んだ時に感じてしまってということがあったんですよ、うん、いわゆるリワイルド、リワイルディングの問題なんですけど、うん、チェルノブイリのも出てきますけども、東日本大震災以降の文脈の中では最初に赤坂の利用さんが津波の被害を受けた地域っていうのはガタ化していくって、そのガタ化していくっていうのは本来のその太平洋側のね東北の地形にはもともと低湿地型っていうのが非常に多かった。でそれを歴史過程の中でさまざまに開拓していった結果として、まあ、それが高地になったり住宅地になったりしていったのであって、それはその歴史過程の中で人間が越えてはいけない境界を越えた結果作った地域で、それが今回の東日本大震災の津波で、元の状態に戻されたのだって、そのことをきちんと認識していかなければいけないから、低湿地のままその地域を残すっていうことも一つの重要な選択肢だっていうことをかなり早い段階でねおっしゃっていて、でそれは一つのものの見方なんですけども、一方ではそこに戻りたい人たちを置き去りにした議論でもあって、まあ戻る戻りたいっていうものを肯定するか、あるいはその批判するかっていうのも一つの議論の論点なんですが、でも赤坂さんはそこでは福島の問題は
一応その表面的には行ってないんですよね。要するに放射能汚染された地域ではなくて津波で破壊された地域の問題を言っているんですよね。でそれがさっきの議論の中ではその福島の問題って今やっぱり福島のところでは人間が入ってこない帰宅困難区域になったところによってそのイノシシとかシカあるいはハクビシンとかテンとかアライグマとか、まあ、そういうものが増えてきて、まあ、だんだんその大変な状況になってきているわけだけれどもそれやっぱり単なるリワイルドじゃないわけですよね。やっぱ放射能の問題を前提に考えなきゃいけないわけ でそれをやっぱりね一緒くたにしてしまうっていうのは非常に乱暴な議論だっていうことですよね。である意味では放射能がそこにあるんだっていう問題を社会からねそれに対する意識を希薄化させてしまうことでもあるので言説の倫理性とか責任の問題にも大きく絡んでくる問題ですよね。で一方でそういったその放射能との関係で生態系がどういうふうに変質してきているのかっていうことを事故の直後からずっと調査している地道に調査している人たちもいるわけですし、でそれを映像とかさまざまな記録に収めている人たちっていうのはいるわけですよね。でそういった人たちの成果っていうものをきちんと汲み取りもしないでそういう発言をするっていうのは非常に大きな問題があると思います。やっぱり僕引っかかったのがね手を加えずに経過を注目するべき区画もあっていいってここは引っかからないんですよ。それはあり得る話だしやらなくてはいけないと。ただその前なんですよ。もともとの土地の姿が見えるようになっていくってここはやっぱり決定的に引っかかったわけですよ。まあ今北条さんがもっとより詳しく言ってくれたけどもともとの土地の姿ですかそれはちょっとはっきり言いますけれどこれ読んだ瞬間にカチッと、まあ個人的なことを言えば僕、まあ、前にも言いましたけれど生まれ育った地域割とエリア近いので、うん、そういった意味でもね少しは過剰に反応したのかもしれないけどでも大事な問題だとは思ったんです。まあ赤坂道が多分前提にねなってるとは思いますっていうことなんでしょうけどね、はい、だからそれをやっぱり少し無自覚に拡大しすぎているっていう、うん、という部分でやっぱりこれはどうなんですかというか私は極めて批判的にこれは見ましたけどね、うん、はい。まあ、このリワイルディングっていうこと自体のコンセプトをは分かるんですよ私自身は。しかしまあこの福島の問題、まあ、この言い方もなかなか難しい、今工藤さんの指摘っていうのは納得のいく点だなと、ね、まあ大体ワイルドってなんだよって話ですからね。まあそうですね。だから元のうん確かにだから一旦その人間が、伐採してしまった東京都野鳥公園みたいな埋め立てのところを、まあ、例えば加藤由紀子さんなんかはまあ、このままの蝶 の、 渡り鳥のこう なんとかな経由点みたいになっているので、うん、それをまたなんかこう、再開発するのはこう押しとどめてあそこは今公園に残ってるんですけど、まあ、東京都の野鳥公園ってもともとのじゃなくて人間が作り上げた環境に渡り鳥がたくさんやってくるようになってそれを加藤さんが見てこんなに豊かなね環境があるのを開発計画で根こそぎにしてしまったことを知って運動に関わったんですよね、はい、だからあれはちょっとリワイルドってのはちょっと文脈が違う。リワイルド、うん、そうですね。リワイルドではない、うん、ただ人工的に埋め立てたと、はいはい、でも結果として取れず生き上がった自然が再発生してというかその環境が、ある渡り鳥たちにとってみると非常に、まあ、そこに来ることが、まあ、公的な地になっていた。そうですね。仮にそれは人工的なものであっても、まあ、自然化しているという、まあ、ことがあってでもそれはもともと人工的なにできたんだからその自然は自然ではないと認識して再開発を推し進めようとした行政に対して批判をした。それはそういう文脈今おっしゃられた通りでもともとのっていうかまあもともとのもともとは海なんですよ。もともとは単純にそうじゃなくても現状がこういう環境ができたっていうことで、うん、今あるこの価値をもっとちゃんと受け止めるべきだっていうことですよね。でもそれは今の話でリワイルドってことはじゃあ一体いつがワイルドだったんですかって見れないところともつながるけど、まあ、なんとかなリワイルド、まあ、あんまりここにこだってる話前進まないからいいですけどもう言いたいこと言い始めた。だからその根本的な話になりますけどやっぱり文化
野生の二項対立の概念のやっぱり限界性とか、あるいは相対性っていうものが現れているわけであって、一方で例えば加藤さんが自分の位置が、うちがですね、柱がシロアリにどん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 侵されていったらシロアリ駆除するだろうと思うんですよね。でもシロアリが活動している世界は野生なんですよ、自然の世界だろうと思うんですよね。で、家自体がその生態系の中に組み込まれていて、そこで彼らは生きるために自分の生活を営んでいると思うんですよね。やっぱりそれは人間の視点に沿ってとって排除するわけだけれども、鳥の方は残すって話になるわけで、それはやっぱり自然だからとか文化だからっていう問題じゃないんだろうと思うんですよね。あの、現在の人間にとって必要かどうか、その人間にとってっていうことは かなり個人的なね、あの判断基準が出てくると思うんだけれども、まあ、そういった相対的な価値観の中で捉えられていて、でその相対的な価値観をその社会において説得性を持たせるためにいろんな物語が援用されてくるわけだけど、その中で便利に文化概念とか野生概念とかが使われているっていうことなんですよね。だからそういう現状を批判するっていうのも環境人文学の課題だろうっていう。わかりますが、うん、実はでもその批判はその通りだと思う。だけども、例えばその菅さんが言ってるのも加藤さんが言ってるのも僕は正しいと思ってて、基本的な方向性として言い方は慎重にした方がいい。ただ例えばこういうことを想定してるんだと思います。あのちょっと福島のところは確かに考えづらいんですけど、津波が来そうな地域に海にものすごく防波堤みたいなのがどんどん、あれは防波堤とかね、人間の、そうです、人間のこの、その住んでいる場所を守るために海にボンボンテトラポットをやることを肯定する、なんか津波が来たことによって、未曾有の津波が来たことによって、それを今度来たらどうしようっつって、あの無尽蔵に環境を破壊するっていうことがあったり、福島についてもこれは環境と関係するかわからないけれども、あの効果があるかどうかもわからないような、そこに本当に人間、そこに住んでた人が戻れるかどうか、おそらく戻れないんじゃないか、何年何十年かは。なのに ある種のヒステリスクなあの感情によって、そこをなんとかこう、なんていうかな、除染しなきゃいけないっていうのことを必死に続けている。それってでもそれ自体も正しいんですかっていう問題ですよね。あ、それはそういうところは僕ももちろんあの読んだ中で感じました、ね、文脈、大きな文脈、それですよね、大きな文脈の中で、だからある意味その重箱の隅つついてるのかもしれないけれども、ただとはいえやっぱり引っかかる文、一文というかワンフレーズではあったわけですよ、もともとの土地の姿が見えるっていう言い方が。そうですね、そこはもともとではないですし、その核の問題をどうにかしなきゃいけないっていう、そこを矮小化してしまう、核の問題を矮小化してしまう可能性は、まあ、あの指摘しておかなきゃいけないのはそう思います。さあ、ということで司会がなんか入り込んでしまって、進まなくて申し訳ないんですけど、どうでしょう、今のそれに続けての議論でも結構ですし、全く違うトピックに移ってもいいですが、堀さんいかがですか。結構読み込んでいる、も日本で最もこの本を読み込んでいる。いやでもお仕事をしてる。それは変じゃない。そうや、まあ、僕か堀さんかだと思うんですけど、いかがでしょうか。そうですね、まあ、すごい格論っていうよりも大きい話としては、この本の編集をしてる最中もそうですし、この本出来上がってそれ以降、それこそ北条さんとも雑誌をやりましょうって話が出たりだとか、別にあの環境文学のアンソロジー作りたいっていうような話が出てたりだとか、あの改めてなんで僕自身がこういう環境っていう言葉に引き付けられたんだろうっていうのを結構考えさせられる時期がここ 1,2 ヶ月あって、で、ま、多分この環境人文学っていう、まあ、この本がそういうものになってればっていう思いもあるし、これからこの言葉を使っていくときに意識すべきなのは、多分その福島の問題にしてもそうですけれども、多分今の現実に理屈が追いついてないところがあるというか、思想哲学が今の現実に追いついてないところが多分あるんじゃないかっていう感覚があって、例えばその堤防を作りましょうみたいな理屈も、もうそれは政治家の理屈だったり
ひとまずそういうことができるからやっちまおうぜっていうような感覚しかなくて、じゃあ今そこに堤防を作ることで10年後20年後もっと言えば50年後100年後どうなるかっていうようなところまで思考が及んでいない、で想像ができてないっていうのが多分根源にあるんじゃないかなっていうのはすごく感じているので、すみません、なんかこの本の話ってすごい大きい話になっちゃうんですけど、なんかそういう現状を前に言葉を与えていく、もしくはその理論を与えていくっていうのが一つ環境人文学の大きい役割になっていくんじゃないかなっていうのはこの本出した結果として今感じていることではあります。うん、そうですね、確かにそのことは各論者が東日本大震災後の環境とか科学とか文明とかっていうようなことを意識しながら書いてるとは思うんですけど、うん、あとは多分僕が最初に環境っていうものに引き付けられた、そもそもやっぱり文学の読みというか、その文学理論の一つとして面白いって思えたのがすごく大きかったんですよ。うん、でそれって何だったんだろうって改めて自分の中で整理してみると、僕が学部の頃に初めて前田愛さんの都市の中の文学っていう、都市の中の文学っていう本を読んだ時に感じたインパクトっていうのは、そのこれまで読んできた文学作品っていうのが全く違う読み方ができるようになってきた、あとはその文学作品っていう文字だけの世界が現実の実際そこにある場所の問題と結びつけて読むことができるっていうのがすごく面白かったんです。で多分環境っていう言葉も僕その延長線で捉えたところがあるんだなっていうふうに最近ちょっと自覚してきていて、例えば文学における場所論だったり空間論みたいなものってある種の文学的な読み解くためのテクニックというかタームとして今ある程度広く使われている。じゃあもっとそれを広げた形、もっと言えばそれが発展っていう言葉がいいか分かんないですけれども、もっといろんな可能性を秘めたものとして環境論っていうものをもう少し明確にしていきたいなっていうのは今感じていて、そういう目で見るとやっぱりこの本の中で日本の作家、海外の作家含めていろんな文学作品の読み解きが入っているので、その魅力っていうのをなんか僕自身がもっとうまく言葉にしながら伝えていきたいなっていうふうに感じているところはあります。でそれで文学がこれで面白くなると思ってて首を突っ込み始めたら、文学だけの話じゃなくて、むしろそういう観点で環境っていう言葉で他の人文学も見ていくと、もっともっと可能性が広がっていて、そこに戸惑ってる自分が今いるっていうのが正直なところですけれども、だからそういうちゃん、なんて言うんだろう、やっぱり環境って言っちゃうとどうしても自然を大事にとかそういうものとして捉えられちゃうことに対するジレンマが僕の中にもあって、やっぱりそういうことじゃ、まあ、それはそれで大事なんだけど、それだけじゃなくって今の世界を見渡すためのパースペクティブじゃないですけれども、これからじゃあこの社会っていうのをどういうふうに読み解いていくのかっていうのを考えた時に、一つの視野になりうる言葉として環境っていうのがあるのかなというのが今の実感です。うん、ありがとうございます。先ほど少し今 の堀さんのコメントに関連してですけど、日本文学の那敷果歩さん の論として山田雄介さんが、書いてるんですけど、加藤さんと那敷さんっていう、2人並べてよく言われるんですけど、那敷果歩さんの方がより意識的な作家かなとは思います。でそれについて山田さんはもうまたそれはこう気づいていて、人間と動物っていうのはどういうふうにコミュニケーションを取るのかっていうのはなかなかその不可能性の負の部分、不可能性の方を意識しつつ、言語的な表現ですね、詩的表現、詩的機能みたいなものを反復っていうような機能を使いながら、こう暗示していくような方法とかを提示したりとか、それも文学的な方法の一つかなっていうのは思っていたところだったりするんですね。でそのうちの一つですけれども、野田先生の石牟礼道子論について、少し扱いたいと思いますが、環境人文学1にですね、石牟礼道子さんご本人へのインタビューと、あとはブルース・アレンスさんですね、石牟礼道子の英訳者としても知られるブルース・アレンスさんのコラムに挟まれるような形で、野田健一先生の草の道から歴史の時間へという、論文が寄稿されているわけなんですが、これについて
コメントいただけたらと思うんですが、強引だな持っていく方が。まあはい、そうですね、アニマの鳥をどう読むかっていうのは非常に重要な問題で、うん、まあこの間ジャパノジーのシンポジウムっていうものを上智大学でした時にも野田先生に来ていただいて、まあ、沈黙と遠藤周作の沈黙と石牟礼道子のアニマの鳥、両方とも島田の名を描いたものですけれども、まあ、それがどう違うかっていうことについてもね、言及していただいて、まあ、その比較から、まあ、明らかに石牟礼道子というのは、人間がいるところの環境世界あるいは生態系の世界っていうのを含み込んだ空間とかね、歴史のあり方を捉えようとしているっていうことは遠藤周作とも比較するとも如実にわかるんですよね。で、遠藤周作なんかはやっぱりキリスト教信仰っていうもののその問題性をずっと中心的に焦点を当てて捉えていくので、そこで、まあ、いわゆるキリシタンの人たちが、まあ、九州の奥さえきれの中で一体どういう生活を営んでいたのかとか何を食べていたのかってそういう具体性はかなり写真しているんですよね。でそれは、まあ、小説の主題に選ばれていないということなんでしょうけども、まあ、それに対してアニマの鳥の方はそのあたりのことはすごく明確に書いてあって、植物 の, その生物種の名前みたいなものが沈黙の方にはほとんど出てこないんですけど、アニマの鳥なんかにはものすごくたくさん出てくるんですよね。でそういうところから考えてもいわゆるネイチャーライティングとしてアニマの鳥があるっていうことも重要ですしね。でまあそういったところからさらに石牟礼道子はその環境世界っていうものをその人間と全く別のものとしては捉えていない。でそこに行き着いているさまざまな命、まあ、いわゆる動物だけじゃなくって草木の一つ一つというのが人間と同等のものとして捉えられている、それはアニミズム的な認識でもって小説世界を構築していくっていう話になってるわけです。でそれを前提として見た場合に何が見えてくるかっていう話の中で、歴史の時間っていう言葉が出てくるわけですけれども、まあ、これは確かに石牟礼道子の一つの発見なんですが、まあ、ある意味では分かりやすく言うと中澤慎一のアースダイバー的なところもないわけではないんですが、今目の前に見えているものの歴史的な背景には一体何があったのかっていうことによって現在見えているものを相対化していくっていうあり方で、今目の前に見えているその植生っていうものを島場の乱のですね、例えば処刑された殺された無残に殺された百姓たちの血を浴びた草のその子孫たちが今日本列島に繁茂しているのであって、それに抱かれたその生態系の中で我々も暮らしているんだっていうような感覚が出てくる。でそれが草木の一つ一つに対してそういった心配り目配り注意っていうものがなされていて、その自覚の中で石牟礼文学が成り立っているんだっていう考え方なんですよね。でそれはやっぱり石牟礼文学の批評としては非常に重要なものだろうと思うんですけども、やっぱりちょっと歴史学者として引っかかるところというのはそれを歴史として捉えていいんだろうかっていうことなんですよね。でむしろ僕らなんかの見方で言うと、そういった現在の目の前にあるものを、島原の乱の百姓の血がって言い方をすると、もうものすごくたくさん何万年も遡れるような歴史の中の一点を見つけ出してきて、それとの関係において現在把握するっていうあり方なので、これ神話的な現状把握のあり方、神話的な時間の中で世界を理解するあり方なんですよね。でそれは歴史とは違うもので、歴史っていうのはむしろその膨大に過去に遡れるようなそのプロセスの中で、現在っていうものを相対化して見ていこうとするものなので、何かその中の過去の一点っていうものを選んで、現在との関係を見てしまった時点で、非常に政治的なものの見方が発生してくるっていうことになるわけですよね。でそういうふうに考えると石牟礼道子の文学のあり方って神話的な文学ではあっても歴史的な文学とは言えないんじゃないかっていう、そういうふうな感じがありますね。ですから野田さんが言っているその歴史の時間っていうような把握の仕方は、石牟礼文学の中から
取ってきた言葉ではあるけれども、それでもって、石目文学っていうものを表現してしまうっていうことにはちょっとやっぱり違和感があるっていうことでしょうかね。で、まあそれはさまざまなその神話と現在との間に介在してくるさまざまなあの歴史の多様性とか、あのその中で息づいてきたさまざまな命とか、まあ、そういうもののあり方っていうものを意図せずに写生してしまうことにもなるわけで、でそこをもしかそのプロセスの中の別の一点を意識すると現在っていうものは全く違うように見えてきてしまうはずのものが意識的に、あるいは無意識的に写生されて、うん、ある一点だけが絶対化してしまうっていうことになるわけですよね。非常にシャーマニックなあの世界の捉え方だと思う。で、まあ、それを是とするか、あるいはあの問題点課題点を捉えて批判していくかっていうのはやっぱり考えどころなのかなっていう、そういう印象は持ちました。まあ、今あの議論されているのは、第1巻の61ページ、具体的にはあの、まあ、いくつか例が出ているんですけれども、百姓たちの血潮を吸った草、その草木の生まれ変わりがうんぬんというようなところであったり、まあ、ここの一点を、歴史の時間というふうにしているけれども、まあ、むしろこの一点のみを特権化するというのは、神話化、なのじゃないか。だからなんか、特にそのあたりが非常に気になったっていうのは、まあ、僕自身が、いわゆる里山的な世界っていう、緑豊かな里山的な世界っていうのはあのかなり新しく作られた幻想であって、まあ、本来のっていう言い方もあれなんですけど、例えば室町後期から展開してくるような農村の日本列島の在り方っていうものは、まあ、大体において低植生であって、その低植生の在り方っていうのはあの稲作至上主義の中で米を取るために周囲の山々を切って、その米の肥料としての草山芝山を作るために、伐採していったって、そういう低植生の空間が日本列島全体に作られてきたわけであって、でしかし一方であのアニメズム的なものの見方をする作家さんとかっていうのは、まあ、田口ダンディさんなんかも多分そうなんですけれども、やっぱりあの日本列島の本来の在り方とか太古の在り方として緑豊かなイメージっていうものを常に持っていて、それが近代によってあの消されてしまったっていうものの見方をするわけですよね。前近代においては緑豊かな森林があって、その中で共生的な暮らしが営まれていて、そこにアニミズム的な世界観があったんだっていう、その前提の中であの文学を語っていこうとするので、でその石牟礼道子さん的な神話的な把握の仕方をすると、そういった人間がやった環境破壊みたいなものがないことにされちゃうっていう、ホロコーストを否定論的な歴史修正主義が肯定されてしまうような状況にもなりかねないの で、それはやっぱりね、日本列島にこれまでそこで暮らしてきた人たちが自然科学に一体何をしたのか、それはやっぱり自分たちが生きるためにやってきたことなんだけど、でもやっぱりそれに社会性とか、あるいは福岡の問題とか、さまざま絡んでくることによって、さまざまなね破壊のあり方とか、そういうものが成り立ってきてるわけで、やっぱりそれをどっかになくしてしまうような議論になりかねないので、うん、やっぱり注意が必要だっていうことなんですよね。なんか今私ちょっと私の個人的なものでもう少し補足的にというか聞くためにあえてちょっと挑発的な応答したいんですけど、神話的なものはある一点の歴史を、まあ、あたかも特権的に、まあ、見なし、それが現在に大きなインパクトを与えているというのが神話家で あるならば、じゃあ歴史家っていうのはそれじゃあ、その点を増やしていくっていうことなんですか、その神話家と歴史家の差異。結局だからその現在っていうものは過去からの積み重ねであるわけで、それは例えば一人の人間によって全て表現することも認識することもできないわけですよね。余白なわけですよ。無限の余白がその背景にあるわけですよね。それを意識しながら現在っていうものを考えなきゃいけない。だから過去の一点を絶対化することによって発生する政治性とか、現在を絶対化することによって発生する政治性っていうものを相対化していくための一つのツールっていうのが歴史化ってある。一つにはその点を増やすということもあるし、あるいはもうその点をいくら打っても打ち切れないんだよっていう、まあ、不可能性みたいなものもこう意識しながらっていうことであれば、歴史家は、まあ、だから歴史家は可能ではない
まあ歴史自体が分節されたものなので、だから歴史分節には限界があるんだってことですね。歴史は無限なものだけれども分節されたものに過ぎないから分節されたところだけが歴史化されただけで、そうですね、歴史分節されていない、歴史化されていないスペースなんか時間っていうのはいっぱいあるっていう。その中で神話っていうものは現在を説明するために過去の一点を用いるあり方なんですよね、起源としてね。なるほど。だから遠野物語やなんかでも大同年号っていうものが常に起源として使われていて、この現在の空襲は大同年間に誰々が導入された、誰々が始めたものだとかっていう話で説明されるんですよ。で現在のあり方がそれによって説明されるっていうのがその神話のあり方なので、だ石村さん の, 説明の仕方っていうのは究極的にはそれじゃないかっていうことですよね。だから他の人が導入している過去の一点とは違うものを導入しているけれども、その構造とか形式としては同じじゃないかということですかね。だから新しい神話の創出だっていうことになるんじゃないかな、エコ神話みたいな。まあ、石村さんの鋭意としては、作家の鋭意としてはそういったまさに神話的なね物語を紡ぐっていうこと自体が否定されるべきものではないですよ。そうですね、それは補足的に言うと、はい、ただその石村さんに対しても否定じゃないけど批判したいのは、アニミズムっていうものを一面的に捉えすぎたっていうことですね。要するにアニミズムの歴史があるんだっていうことです。要するに あらゆる精霊が平等で存在していて、それが息づいている世界がアニミズムだっていうのは非常に理想的な捉え方であって、もう古代の段階からアニミズムの中にヒエラルキーが導入されているので、でそういうものとして精霊世界っていうものを考えた時にどうなのかっていうことですね。本当にアニマルの鳥が描いたようなその九州の世界っていうのは理想的なアニミズム世界が展開していたのかどうかっていうことは批判したいっていうことはありますよね。これはこの本全体に言えます。大体においてアニミズムは非常に歴史がないものとして捉えられているっていうことですね。結構それは感じますよね。各この2冊の中で日本のその自然観というか宗教文化みたいなものを説明するときに、アニミズムとかアニミズム的なもので説明されている論考とか方って多いじゃないですか。でもそういうものを読むと、今北条さんがね言われたような形での違和感っていうものをやっぱり感じたっていうのは、まあ読み手として一つありますよね。でやっぱこういう問題については、今日初めてゲストで参加していただいた猪俣さんにもぜひご発言いただけたらと思う。あ、司会になっちゃったんですよ。どうでしょう。やっぱりこう環境とかを問題にするっていうことで、それを文学としてって言った時に、やっぱ近代以降っていうのが前提なのかなとちょっと思いました。だからでもアニミズムっていうふうに言われたけど、古代文学とかやってるとやっぱり近代的に小説とかも、どの小説も、あ、近代の自然、それこそ風景の発見があってこその描写っていうふうにしか見えない、しか見えないっていうか、いや、いいんですけど、もちろん、まあ、それはそれで、それは見方はありなんだけれど、そうなんです。だからそこら辺はどうなのかなって、だからやっぱりアメリカ文学から来てるからなおさらそうなのかなとか、いろいろもうちょっと、だからもしかしたら違うあり方も、むしろこちらから提言していけるようなものもあってもいいのかなっていう、見方、切り込み方とかいう点であってもいいのかなというふうに思うと同時に、もっと逆に違いみたいなものもはっきり、ちょっと加藤さんとその那須木さんの対談の時に、本当にお二人の感想として、これ読んでくれって言われて読んだアメリカの、それは非常にその自然じゃなくて自分ってやってるように感じたみたいなことを言われてて、だからやっぱり何かその大きな違いがね、同じ自然を描いているって言っても、描こうとするっていう時でも何か最初のスタンスに違いがあったりするんじゃないか、そういうことをはっきりさせる論などもあってもいいのかなと、対談のところからちょっと思ったんですね。私もその最初の、
全近代の文学の問題ともつながってると思うんですけど。いや、ありがとうございます。あの基本的に対談で収められているものって、対談している方々って割と同じ土俵の上での対談になってるんですよね。あの加藤さんだし、今さっきの伊藤さんのも菅さんのもそうだし、あの私は違うのよねっていうスタンスではなくて、なんかある意味ベーシックな部分は共有した上でっていうようなスタンスの対談のようにやっぱり感じますよね。で今猪俣さんおっしゃったような部分っていうのがもうちょっとあぶり出されてくることはやっぱり当然あり得るだろうなと思うし、あり得るで、あり得るということともう一つあってしかるべしだろうなっていう気もしますよね。あのここはカットしてほしいんですけど、まあ僕が編集するだけでカットしますから、あのね、那須木さんの文学って加藤さんの文学と全然違って、那須木さんは加藤さんを常に立てていて、でその自分が考えている意見と違うんだけど加藤さんに合わせてるっていうのが節々でよくわかるんだけど、あの本来はね考え方が全く違って批判点がたくさんあるんじゃないかって気がするんですよね。そこはあの話聞いててすごい消化不良でしたね。やっぱりとにかく加藤さんが話を聞くっていうスタンスで入られちゃってたんで、正直に言えば宇田さんもそうだったでしょ。実際には太鼓の話聞き加藤対談の時に、いや、あの野田先生、まあまあでもそこはあったかもしれないですね。やっぱり加藤さんから引き出すっていう、うん、で大岡の話もその手前ぐらいで出た話だったので、それ聞きたいっていうのもすごい強かったみたいだし、うん、それはあったかなと思います、まあ、でももともとその今回のではあまり出てないんですけど、うん、あの補助さんでしたよね。あのウェブサイトか何かのコメントだったか何かで、実はその一番こう危惧を感じたのは、うん、あのこう批評家というか読者、うん、要するにファン、一興のエコオペラかなんかの特集の一環で、うん、あの加藤那須木対談をやって、で野田さんがねその、ナビゲーションをしていたんだけれども、それを聞きに来た聴衆が野田健一は何も分かってないっていうふうに言った、はい、でそういうコメントがね出てきているんですよね、はい、だからそれやっぱり非常に自然のあり方っていうものを理想化する、うん、あのそういうものを読みたいっていう読み手の人たちがたくさんいて、でやっぱり加藤さんが書くものっていうのは多分それに読みたいものがそこに書かれているっていうことなんだろうと思うんですよね。那須木さんの方がねかなり混沌としていて、あの気持ち悪さを感じるようなね自然のあり方っていうものがそこに表現されているので、やっぱり自然環境に対して人間が感じる現実っていうのは那須木さんの方に表現されていると思うんだけど、あのやっぱり いわゆる自然主義的なものが大好きな人たちっていうのは加藤さんが書いてるので読みたがると思うんですよね。でそれに対して違反的なあの捉え方をしようとすると大いに、違和感があるという声が上がるっていう構造がね、はい、その時点から見えたっていうんでしょうかね。いやそれは僕すごくこの問題考える上で非常に分かりやすいエピソードだと思ってるんですね。その要するにナチュラリスト、本当にナチュラリストって野田健一 何言ってるんだよっていう風な、あの加藤さんの言ってることを思いっきりうなずいていて、そういう人たちがその加藤那須木っていうネイチャーライターのファンなんだと思いますし、うん、読者なんだと思うんですよ。でそれを論じようとする野田先生は比較的共感的に、共感的な読者であるのにもかかわらずそんなことを言うので、そうするとさらにそれを批判するっていうと、まあ、言ってみればあの好きなアイドルのね悪口言ったら紙取ろうってしたりとかでしょ、まあ、まあまあそういうことですけど野田さん自身はナチュラリストじゃないじゃないですか。そうなんです、そうなんです、うん、だからあの実は相対化しようとしてちょっと挑発的な何かを引き出そうと思って質問しているってことも私は分かってるつもりなんですけど、そういう背景分からない人とかはやっぱり批判があるし、というかだからそういった今矢野さんが言っているようなその批判許さない的な人たちっていうのはやっぱ常にある程度のまでで存在しますよね、まあ、でもそういう人たちからとってみるとそもそも批評するっていう視野自体がないわけですよね。批判するっていう視野自体が、まあそこまで言えるかわからないです。というのは加藤那須木神格化しちゃってるわけじゃないですか。いやそうは言っても加藤さん、いやだからやっぱりそのいや今はそろそろ我々の やってきたものを、うん、相対的に
あの批判的に見える時期だと思うんですけど、加藤さんも梨木さんも、まあ、梨木さんは人気作と言っていいかもしれないですが、加藤さんはあれだけの実力、出力がありながら、本当にこう芥川賞作家、作家でありながら読まれてきていない作家なわけですよ。ああ、そうですね。まあ、読者、村上春樹を批判するのとちょっと訳が違うわけなんですよ。村上春樹いくらでも批判すればいいと思うんですよ。別に恨みはないですけど、別にでも売れてるんだから、うん、それはね、読者もいっぱいいるんだから、うん、だからそれとこれと同列なのかはちょっと分かんないですね。なるほど。それは僕はずっと思ってることで、いや、あのマージャンな人をよりに、うん、そのそれはよくそういうことです。それ言いたいことはよくわかる、だから、うん、ただおっしゃってることはわかるし、いい批評家がなければあの、ね、文学作品も認められないっていうのは野田先生もおっしゃってることなので、うん、それは環境文学審判じゃない人にもうならせるような、そうですよね、あの論文書かなきゃいけないので、それはハードル高いですけどね、だから、ある意味、野田健一何言ってんだよって言ってる人たちは、今の段階で加藤さんなり梨木さんなりをね、全肯定してるけども、もしかしたら自分が読みたくないものをちょっとでも加藤さん書いたらば、逆の方向にベクトルひっくり返る可能性って常に持ってる人たちですもんね。まあそうなんですね。ただまあ、いや一方で、なんていうのかな、いや、あのお二人がそうって言ってるわけではないんですけど、文学ってやっぱ同時に大衆的なものである、なければならないっていうんですかね。あ、つまり、うん、そういうその一般読者の印象も重要なんだと思うんですよね。あのエリートのものではないですから、そうですね。うん、だからなんかこう批判的に読むことも大事だけども、研究者は、うん、読者のその反応もすごいこう、まあ、それは事実ですからね。現実の問題として、あることだから、それをだから僕も無視しろとか言っているわけではもちろんなくて、だから加藤さんの愛読者っていうのは必ず、あの他の村上春樹の愛読者よりははるかに、うん、僕はその批判的なあの能力のある読者だと思いますけど、それは分かんないけどそれは分かりません。マジであるか、ね、マイナーの感じ、まあ、それはまあ、まあ、分かりませんけど、ちなみにあのどこまで送り込んだってるんでしょうか、この話っていうのはそうそう、まあ僕は全然気にしてないですけども、別に特にしなくてもいい。今の感覚だと確かに加藤さんってそう見えちゃいますけど、多分ある一定の世代にとってはやっぱりすごい大きい存在なんだろうなと思いますけど、やっぱりそれこそアメリカのビートニックの流れを含むゲイリー・スナイダーの翻訳もしていたり、まあ、それもう少し前に芥川賞も取ってますし、うん、なんかこう今の感覚と20年、30年前の感覚っていうのはすごく違うんだろうなとは思います。そうなんですね。だから13匹の犬のこうもう身長でバッてこう 何百ページっていう100何ページの作品がやっぱりバッて乗りますので、うん、まあ、偉大な作家であることは間違いないですけど、うん、なんかでも加藤さんを論じるときにわって批判して、あのだん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 トーンを下げていってっていうような構造ができているのでもうそれはいいんじゃないですかね、うん、そうですねとりあえずということは、ここはお古くにしますっていうこともしなくてもいいってことですね。最初が編集者にも編集者にも負けずですね、はい、さあまだまだ、いやどうせ1回で終わんないし言っちゃったまだまだ論じたいものはあるんですが、まあ予定の時間過ぎましたが、どうでしょう。どうしよう。いやそれはもちろん論じたいものっていうか論じてない部分が圧倒的に多いですが、それは上下2冊本に挑んでるわけですから。一個質問いいですか。どうぞ。あの三河の方で結構アンスロポシーンっていう言葉が散りばめられていると思うんですけど、はい、私ちょっとそこの概念を環境人文学がどう扱っていくのかっていうのに今興味を持っていて、私文化人類学の分野でかつ今、東北大学の環境科学研究科っていうあの理系9割文系1割みたいなところで、あの自然科学系の人たちと共同研究みたいなことをあのやる機会が結構多いので、はい、あのその中でアンスロポシーンっていう言葉が結構その、まあ、人の
そうです、人申請、人申請なんて呼べばいいのかあれなんですけど、その人の活動っていうのが地質で同定できるぐらいにもう如実に現れてきてる。でそういったその人の活動っていうのは現代のその地球の変化だったりとか気候変動とかにもかなり影響を及ぼすことになっているっていう風なざっくりした概念なんですけど、2000年頃に現れた。でその中で結構アンスロポシンっていうのを一つの共通項にして、その気候変動っていうのを気候変動っていうのとアンスロポシンを一つの共通項にして、自然科学系と人文科学系の共同研究っていうのが今たくさん起こってきているんですね。その中で特に有名なのは北極圏の問題で、北海道大学が今やってる北極圏研究っていうのが5年間ぐらい多分確かあるんですけど、そのユニットの中でも人文科学系のユニットっていうのが多分8個中1個だけ入っていて、でそれが結構経済に偏っているので、あんまりその環境の枠組み自体を問うたりとかそういうことはしにくい、今はあんまりしていないようなところ。でも結構今回2巻の方私読んでたんですけど、2巻の方でアンスロポシンという言葉がたくさん出てきているので、ちょっとそのあたり変者の山本さんとかも触れてみて、どういった可能性とか限界性を見出したかみたいな部分があったら伺いたいです。はい、まあ、私がうまく答えられるかは分からないんですけど確かに第3部以外で使われてますか。ちなみに第3部が結構多いです。まずは環境人文学の説明をする際に、必ずと言っていいほど出る用語ですよね。アンスロポシン、人新世、森田さんのウルザラハイザの役は人類新世って、あえて類っていうのアンスローなので人類を入れるのが普通じゃないかっていう、彼の強い意識で、でも一般的には人新世っていう風に訳されているものですけど、必ず使われますよね、環境人文学の説明で。でそれは、一つにはあらゆるウィルダネスであってさえも、人間的な、文化的な構築性があるというふうな議論にまずは展開して、すでに展開していったように、それを人新世の時代だから当然そうだよねって、人間の影響の及び得ないようなウィルダネスのようなスペースではありえないよねっていうようなことを前提にしつつ、ハイザさんは人類新世の代わりっていうのはさらに次の段階に進もうとしてますよね。キャピタ路線って資本性、人間というよりはその資本主義のシステムによって地球環境を変えてしまっているとか、さらにこのアンスロポシンを展開しようとしていると。で、今後どういうふうに使うのかっていうのはちょっと私も未知数っていうか、私は多分使わないと思います、はい。なんか結構この中でそのアンスロポシンの中でも人間中心性っていうのを批判してた論考が結構目立ったので、その中でやっぱりものすごくその人間中心性とか生命中心によってしまうっていうのとかもアンスロポシンの概念が関わってくると思うので、ね、ちょっとそのあたりをどう相対化できるのかっていうところとかで、人文学の可能性があれば伺いたいです。いや、まさに僕自身も環境人間中心主義から環境中心主義へみたいな結構簡単な二項対立で論じたこともあって、この概念でなんか自分が批判され、自分のそのパースペクティブが批判されたような気もしたので、おっしゃった通りその人間中心主義批判を相対化する可能性を秘めていると思います。はい、いかがでしょうか。そのアンスロポシン、確かにキーワード、重要なキーワードでこれは触れておかなきゃいけないものの一つですけど、何かそれについてこの概念、北条さん使いますし使える僕自身は講義やなんかでは使っていたりしますけれども、学術論文ではあまり使わないんですね。難しい。いや、要所やなんかでも読んでいるし、日本で訳されたものもその読んでいますけれども、結局アンスロポシン、アンスロポセンの問題っていうのは時代区分論
たんですよね。一応はその地質年代っていうその自然科学的なあのデータが背景にあるようなことを前提にしているけれども、やっぱりあのこれまでのその地質年代の作り方っていうものもそんなに言ってみれば自然科学的に厳密なものではないし、そ の, あの呼び方っていうものもね、まあ、かなりキリスト教的な神話的なものから始まって、あの現在の形に至る関心性とかね、そういうものに至るわけなの で, でやっぱりその時代区分論っていうのは歴史叙述の一つだね。やっぱり人間のその歴史っていうものをどういうふうに捉えていくかっていう必要枠の一つなんだけども、やっぱりそれ必要枠でしかないので、それ区分することによって一体何が言えるのか、どういう弊害が出るのか、どういう課題が出てくるのかっていう問題で、今アンソポシェーンが出てきているっていうのはやっぱり人間がその地球環境に与えているっていう問題をどのくらい危機感を持ってみんなに認識しますかっていう非常に政治的な意味合いが強いんですよね。だからそれを出していくことによってある意味で科学の越境が成し遂げられて、その共同研究が生まれやすくなるっていうのはあるけれども、非常に何ていうのかな、距離を置いた捉え方をするとそれ以上のものがないっていう気はしないでもない。だからあれ自体もその学会の中であるあの地質学者、気候学者が発言をしたと、ポットでの発言をもとにして作られていくものだから、きちんとした裏付けがあって出てきている議論ではないので、どの程度ねその賞味期限みたいなものがね、あるのかって、これ以降きちんと研究がされてそういう言葉として確定するのかどうかっていうのはちょっとよく分かんないので、あんまりそのきちんとした学術論文の中で使うべき言葉ではないのかもしれない。ただイントロダクションなんかの時にね、こういうふうな言われ方がされていて、危機感がね、学問の世界で、分野を超えて共有されていますよっていうようなあり方で発言をするっていうのはねありだと思いますけども、それをなんか、実質的な学問研究、分析概念としてどれだけやっぱり有効性があるかっていうのはかなり怪しいというふうに思います。逆に言うと言わなくてもできるので、そうですね。だから僕はこれ絶対使わないと思うんですけど、使う必要がないから。だけどやっぱり結城先生とハイザさん先生によって使われているってことは、やっぱりアメリカのアカデミズムっていうのはこういう新しいワードを使わないと論文にならないっていうことなんですね。だから僕はそれがちょっとあんまり飲み込めてないので、別にだからエコクリティシズムの大きな弱点の一つかもしれないっていうか、新しい概念とか用語を生み出し続けないと、タームが大好きなんですよ、新しいタームが、いやそんなターム使わなくていいよって。だから僕は、まあ、僕自身のこと棚に上げるわけじゃないですけど、エコクリティシズムの専門用語っていうのはできる限り使わないで論文を書くべきだ。僕使ってるのはウィルダネスぐらいなんですよ、使ってるのって、博論でもそうですけど。だからなんか新しい用語が出たらすぐそれをなんかキャッチしていくっていうのはなんか、なんかやっぱり大きな弱点じゃないかなっていうふうにも思ってます、ね。まあでも英国医だけじゃないですよね。まあそうですね、ポストコロニアリー歴史学やなんかでもそういった言葉っていうものは、歴史学では特に常に理論やなんかっていうのを借り物にしていくので、まあ、そういうものが新しく出てきて自分の正当性っていうものをね、より社会に印象付けられるのであれば使おうっていうことはね出てくると思いますし、例えば奥野さん使うじゃないですか。で奥野さんが使うっていうのはやっぱり存在論的展開っていう文化人類学の一つの潮流の中で考えていった時に、やっぱり人身性を言うことによって人至上主義とか人中心主義っていうものを相対化できるっていう要素は、可能性っていうものは言説の中にいろいろと生まれてくるので、あえて使うっていうことはあるわけですよね。だからそういったまあ極限してしまうと、社会の中あるいは学会の中におけるヘゲモニー獲得争いの中でどのようにツールとして利用するかっていうことと、それから社会の中にあってどのように自分の学問の正当性っていうものを認識づけられるかっていうことと、場合によっては補助金をどういうふうに獲得するかっていう話にも関わってくるので、使いようだとは思うけれども、まあそれがやっぱりね実質的な成果っていうものにどれくらい援用できる概念かどうかっていうのは繰り返しになるけど、未知数っていうことだろうと思います。
結構僕も多分奥野先生の本出した時にあのコピー文で使ってて、でその時にまあ自分で使う以上はっていうのがあっていろいろいくつか読んではみたんですけど、単純にあの現状認識として、まあ、今人類がいることで自然環境に影響を与えてるよねっていうのをその程度だったりどのぐらいのレベルなのかっていうのは科学的な知見が必要だけど、影響を与えてるってことはもう間違いなく言えると思う。だそういうものを一つ一言で人新世っていう言葉で表せられるっていう意味ではすごく便利な言葉だなとは思う反面、別にそのさっき言ったその環境っていう言葉が持つ思想性みたいな風に人新世っていう言葉が何かしらこうテクニカルなタームとして使えるものじゃないというか、テクニカルなタームじゃない、例えば文学作品を人新世で読み解くみたいなことができるかっていうとそうでもない。だから単純にこう現状を言い表す言葉として捉えているところはあるんです。なんかこう、まあ、言い方はいいけどコピーみたいなもんで、ただそのコピーが結構キャッチーでインパクトがあって、それによって何らか の、うん、あの注意を喚起する力があったりとか、それは事実であるわけで、じゃあそれは今大藤さんが言った通りじゃないですか、むしろそれを前提にじゃあこれからどういうことを考えていきますかっていう土台にできるものだとは、ただなんかいくつか調べた中で引っかかったのはやっぱ人新世っていう言葉自体がどっかしらこう人間のおごりみたいなのを感じさせることがあるっていうような批判を言う人もいるのかな。そういう批判も一本で出てるじゃないですか、そこら辺も使いようというか、やっぱり地質年代をさ、そもそも聖書で作っていたっていうのが一つアラバヤなんだけど、それを結局フラットな名前の状態にしたのに、そこへまた人間を持ち込んだっていうところですよね。だから特に日本列島の文脈でいうと東日本大震災が起こって、でそのことによってある意味で人間慢性の在り方っていうのは否定されたわけじゃないですか。でそこでさらに人新世を持ち出すっていうことにね、果たして日本列島の文脈の中でどういう意味があるのかっていうことはね、それ使う人は責任を持って答えなければいけないだろうとは思いますよね。まあ、福島の問題もそこには関わってるから人新世なのかもしれないですかね、だから東日本大震災って2つの意味が同時に起こったっていうか、人間の影響なんか、人間なんてその津波に比べれば本当にこう小さな存在なんだということと、実はそれが大きなそのインパクトを与え、まあ、やっぱり原発の問題っていうのは端的に言ってまさに人間によって生み出されたものですから津波とは質が違う問題ですよね、そこは。いやいや、だから人新世ということを使うんであれば、人が作り上げたものや人間の行為っていうものがまさに決定的なレベルでその環境っていうものに対してインパクトを与えてしまうっていう意味において使うのであるならばですよね。そうそう、だから津波だけ考えると逆だけども、同時に、福島の問題は、アンスロポーシーンを肯定するような観点の置き方の問題でしょう。要するに福島の原発の問題だって結局人間がコントロールできないものをコントロールしようとしたんだっていうふうに考えれば、やっぱり自然環境に敗北したんだっていうことなわけじゃないですか。ああ、なるほど。だからいわゆるその原発だけを人間の文化、人間のテクネから切り離すっていうことは東日本大震災の直後に中澤新一がやったけど、やっぱあれは間違いで、一つのテクネのね、あの結果としてあれが起こってきてるっていうことなんですよね。だからその人間と自然環境との関わりの中で起きてきている問題っていうことで、やっぱりさっきの自然文化じゃないけど、特にその二項対立じゃなくて相互関係の中で捉えてくるっていうことであればね、だから人新世っていうことの中に相互関係があるのかっていう議論になるわけですよね。そうですね、はい。ね、堀さんが言ったけど、そこはちょっとちょっとこう字面見た時にそう受け取る気持ちもわからんではないという、特に感じというか日本語になると、五感とかね、字面でね、それしかも人新世って、結構なんかかっこいい言葉で、なんか字面が、なんか新人類みたいな、なんかおあれ、必ずしも環境人文学にとっては、
今そうかなってツッコミ入りましたけど、人が新しい世界ですよ。エヴァか。いやいや、それとアンソロポーシーンの含みうるコンセプトって全然違う、うんうん、いやだからなんかネーミングのセンスもないし、うん、だから絶対使わない、うんうん、でも喜んで使う人の気持ちはちょっと僕はよくわからないんですけど、やっぱり新しいもの好きとかね。いやあの訳語も僕は、うん、まあ森田圭太郎がある人類類を入れた、類を入れたっていうのは僕はちょっと迷ったんですよ。同じ本で違う訳語、人類新生って書かれるとさ新人類誕生だよね。だからいやだからアンスローを人類にするのは僕もあれなんですけど、やっぱりこの漢字はどうし訳語もあんまりうまくカタカナで良かったのかもしれないし、うん、そうですね、無理に訳をね、うん、なんか、まあ、最近その使われてはいるけれど、そうですね、なんかあんまり、うん、なんかうまくそこは輸入できなかったかなっていう気もしますけどね、うん、まあ、特に日本の使い方見ると定着するときなんか流行りしたりいくような気がしないでもない、ね、うん、ない。ただあのちょっとごめんなさい、もう終わろうとしてる時にあれなんですけど、さっきの歴史と神話の話と関わるんですけど、あの山里先生のディープタイムっていうのが、あのプラネタリティとディープタイムっていうのが、あの山里勝則先生で紹介されてて、でこのディープタイムっていうのは、あの YHD 目ってメルヴィル研究者がもともと打ち出してきた2000年ぐらいだったかな。でその時にまさかこんなに、うん、こう活用されるかわからないっていう、うん、思ってなかったものが結構今でも生きて有効に、あの使われていて、あのこのディープタイムっていうのは、歴史の時間とか神話の時間っていうよりも、その、場所も時間も、うん、超えて、なおかつ、現在の時間まで織り込まれる可能性のある時間の軸っていうことですね。でまあ、あのすごいこう卑近な例で言うと、例えばこう時間球で働かされているあの我々の時間とまた別の時空間の軸を持つっていうのが概念なんですけど、結構これはアメリカ文学の中ではディープタイムとかが使われていて、だからそういうディープタイムとか考えている、うん、なんかそういうのも、まあ、あの有効になる場合もあるし、なんかちょっと分からないですね。うまく使われてますね今ディープタイムって。さあすいません、なんか僕は最後な伸ばしちゃってますが、いやまあ、まずあの変者の一人として、あの皆さんにこう丁寧に読んで、くださったことにあのお礼を申し上げます。ありがとうございました。まあ、といってもまだ論じきれてない部分、話しきれてない部分っていうのもありますので、まあ、引き続き別の話題でもちょっとここに戻ってきて触れていただければと思います。というわけで、結局1時間半38分ね、はい、そうですね、1時間38分やってきましたけれども、皆さんいかがでしょうか。でぜひですね、環境人文学 1-2 弁政出版のもの、まだ絶賛発売中でございます。でぜひコメントお聞かせください。よろしくお願いいたします。というわけで、今日はこの辺で、丹沢から失礼いたします。どうもありがとうございました。丹沢階段だった。